ありがとうございました。せっかく消防警察音楽隊にお越しいただきましたので、コンサートの締めくくりにもう一曲演奏させていただきたいと思います。ありがとうございます。お送りいたしますのは幸せ運べるように。歌ってくださるのは神戸少年少女合唱団34名の皆さんです。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。第2の神戸市歌に指定されたこの曲は、阪神淡路大震災後、神戸市立あずま小学校で教諭をしていた臼井誠先生が作詞作曲いたしました。子どもたちの歌でこの壊れた街を包みたいという思いで作られたこの曲、日本のどこかで地震の被害があるたび復興を願って大切に歌われてきました。現在は英語、中国語、フランス語などさまざまな言語に翻訳され、それぞれの復興への思いは神戸から全国、世界へと広がっています。明日へ向けて頑張る全ての方へ心を込めて演奏させていただきたいと思います。はい、それでは準備が整ったようです。お聴きいただきましょう。幸せ運べるように。支えあう心と明日への希望に
消防音楽隊、兵庫県警音楽隊、自衛隊東京音楽隊、そして小学生の子どもたちによる演奏でした。演奏者の皆さん、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。